企業は溜め込むだけ溜め込むんです。それが賃金として物
載されることはほぼない。ほぼないどころか、実質賃金を見てみれば、2010年を100として、今は 5% 下がってるんですよ。増えるどころか減ってるじゃないかって話ですよね。じゃあ企業の独り立ちか、1% の、ほんの一握りの人たちのための施策がアベノミクスだったことは確かですよね、これ。でね、それだけ儲けてんですよ。それだけ儲けて、税金取れるところあるのに、そこからは取ろうとしない。どうしてか、お友達だからです。組織票と企業権利、これをもらっている人たちからは、税金取れない。だから1990年、法人税の税率は 50% 近かったのに、もう今や 29% に突入、この先 25% まで下げていくってことを言ってるんです。むちゃくちゃでしょ。過去最高益上げてるんですよ。これ減った分、もっとお金作らなきゃなんない。補填するお金はどっからいただきますか？皆さんからですって、でたらめすぎません？それをどうやって取るか、消費税ですって。消費税今まで上がってきて、この国どうなりました？89年、97年、2014年、3、5、8。景気良くなってますか？なってない。消費税1回上げるために、それがまた元の消費、元の消費っていうところに戻るまで、実質消費っていうところまで戻るまでに3年以上時間かかってるんですよ。完全に消費は冷え込んで不況になるってこと丸分かりじゃないですか。なのにどうして今消費税上げるの？人々の暮らしなんて何も考えてない。景気回復、この道しかないって言ってる男が、消費の冷え込みによって景気が縮小していく、そんな簡単なことも分かっていない。そういう人間がこの国をコントロールしている。これは悲劇でしかありませんよ。そうですよね。それを変えるのが選挙でしょ。はっきりしてんですよ。消費税上げたら消費に関わる全ての部門に影響を及ぼす。不況になる。子供でも分かる。だったら今どうしても税金を上げるんだって言うんだったら、何を上げればいいか、もう皆さんご存知ですよね。おっしゃる通り、過去最高益、あのバブルの時よりも儲かっている企業から真っ当な税率で税金をいただく、いかがですか？すごい。それだけじゃない。金持ち優遇もあまりにもずるい。今この4年で金融資産200兆円も増えてるんですよ。この人たち所得税としては取られずに分離して課税されてます。税率が低く抑えられてる。これずるいですよね。ここから税金取れば消費増税なんて必要ない。皆さんそう思いません？そうそうそう。はっきりしてんですよ。この国に生きる人々の6人から7人に1人は貧困。国民生活基礎調査で明らか。生活が苦しいという人々6割近い。シングルマザー、生活苦しいって言ってる人 82.7%。一人暮らしの女性、20歳から64歳まで、3人に1人が貧困。今やるべきことは、過去最高益を上げている者、そして金融資産からの所得でウハウハの人たちから、まっとうな税率で税金をもらうだけで、この国はより豊かになるんですよ。力を合わせてやりませんか？やりましょう。お友達に忖度したような政治が続けば、この国に生きる人々の首が絞まる。だから変えなきゃなんない選挙で、東京12区はこの人しかいない。池内沙織さんですよ。この人しかいないんです。そして比例では日本共産党、共産党って書いてください。間違いないから。ありがとうございました。山本太郎でした。じゃあ次、ご指示のお言葉、山本太郎参議院議員です。